ニャチャンネル。はい、どうもこんにちは、サーニャです。あのね、ちょっと動画のストックが全然間に合ってなくって、それでね、まあだからとりあえず今まとめて撮ってるんですけど、まあそれの編集も時間がちょっとね、かかりますし、とりあえず投稿はしたいなと思うんで、まあ最近あったことをちょっと喋らせてもらおうかなと思います。私ね、モスクワ音楽院2年、今年の夏で終了したんですけど、まだ帰国ができてなくて、今もモスクワ音楽院の寮に住んでいます。今モスクワ音楽院の寮、新しい寮も1棟、今2つ新しいのをまた建設中なんですよ。私が住んでるのは古い寮なんですけど、多分もうすぐあと数年ぐらいで取り壊されるんじゃないかなーって感じの寮なんですけど、まあリフォームとかね、まあされてるっぽいけど、それでもやっぱり古いんですよ。もう何十年も前からあるような、そんな古い寮です。だって私の先生もう今45歳とか、まあね、もうすぐ50歳近い先生が学生の時にここの寮に住んでいたから、だからもう相当古いんですよね。まあそんな感じで新しい寮が建設中なんですけど、まあとりあえず私が住んでいる棟は古いっていうことだけ伝えたいです。でまあこっからなんですけどね、古い寮ね、いるんですよ、ゴキブリが。ゴキブリってこれ伏せた方がいいのかな。伏せますね。じゃあ G がいるんですよ。 G にします。はい、 G がいるんだけど、まあそれもね、至るところに、特にキッチンがひどいんですよ。共用のキッチンがもう特にもう多くて、まあ生ゴミとかもたくさん集まるし、でそこの G はこのぐらいすごいちっちゃいんですよね。多分大きくても3センチないぐらいかなーっていうやつがうちゃじゃじゃーっているんですけど、まあそれが当たり前の生活です。でまあもちろんキッチンも毎日お掃除のおばさんが掃除しているので、丁寧に水拭きとかそういうのもすごいしてきれいにしてるので、それでも大量に発生するぐらい G がいるんですよ。まあでたまにね、廊下とか、あと洗面所とかにも、まあキッチンほどじゃないけどいることもあります。まあそんな環境だからね、もちろん部屋にも出るんですよ。たまにちゃんとドア閉めてても入ってくる。だって隙間だらけだから。冬はね、暖房が入っていて暖かいとはいえそこまでひどくはないんですよね。けどね、夏がひどい。夏というか5月末から6月とか7月とか、そのぐらいからどんどん虫が増えていってて、そう、まあそれで最近というか6月入ってから、部屋の中に最近よく G 見るなと思って、まあ見かけるたびに食器用洗剤をかけて退治してたんですけど、部屋の中でまあ1週間に1、2匹見るかなぐらいな感じで、この3センチないぐらいの G が増えてて、あ、ちょっとこれはなんか嫌だなと思って、まあつい先日大きいスーパー、大型スーパー行ったので、そこでね、コンバートあるじゃないですか。コンバート、あれもね、いくつか買って、まあ部屋に設置するようにしてました。まあ部屋でね、 G 見かけたらもう洗剤ぶっかければいいだけなんで、ぶっかけて処理するだけなんで、まあそんな殺虫剤みたいなの分かってないんですけど、まあとりあえずコンバート置いとこうかなと思って置いてます。それはいいんですよ。けどね、今から1週間前ぐらいかなに出たんですよね。朝起きて私体重測るんですけど、まあ私の体重計ちょっと電池がね、電池ボックスの蓋の部分が一箇所詰めこぼれちゃって外れやすいんで、あ、なんか電源入らないなと思って、また蓋外れたかなと思って裏返してみたら、もうとんでもないの。こんなちっちゃい点々がブワーって、もう何匹いるのって感じで、20匹ぐらいはいたんじゃないかな。いや、もっといたかもしんない。もうそのぐらいの G がバーって出てきて、もう3秒ぐらい何も言えずに固まっちゃって、もう叫ぶとかそういう気にもなれないし、その時は冷静に普通に洗剤持ってきてかけて、もうおそらく全部残さずかけたつもりです、私は。まあかけて、まあ G 死ぬじゃないですか。拭き取んなきゃいけないじゃないですか、片付け。それやってる時にやっと、あ、なんか最悪だなって思って、なんかね、すっごいショックだった。私この数ヶ月、まあ2、3ヶ月くらいなんですけど、毎日ね、床を掃除するようになったんですよ。まあほぼ毎日最近は床掃除するようになって、その状況でこれだよっていうことがまず一番ショックだった。まあ掃除してても G がいるところはずっと G がいるんだなってすごい思った。まあそりゃそうだもん、ドアの隙間とかから入ってくるもん。私見たもん、ちゃんと G がドア登ってってその上の隙間から入っていくのを見たから、やっぱダメなんだなって思って、っていう話。まあ G の話って言えば、私の住んでる古い寮、地下に練習室とシャワールームがあるんですよ。あと洗濯ルームね、があって、まあそこにももちろん G が出るんですけど、そこはなんか日本のゴキブリみたいにすごい大きいやつ、大きいちょっと赤茶色の G が出るんだけど、まあだから種類が違うのかな。
私もよく G に関してはそんなに知らないけど、ちょっと種類が違いそうな G が出るんですよ。それがね、多分地下だけじゃないかな。一回で見たことはない。うん。まあでね、その G が、まあ練習室で見かけたりするのはまだいいけど、シャワールームにいることがあるんですよね。うん。だからシャワー浴びてたらなんか、あーなんか動いてるな、G だな、みたいな。まあで、その G が、まあシャワーやってる時に足に登ってくるみたいな、そういう被害もいくつか聞いていて。うん。私はね、その被害にはあったことがないけど、まあそんなことあるんだって思いながら聞いてたけど、まあまあ他人事やな、申し訳ないな。うん、まあとんでもない話かもね。頭とか洗ってたら下とか見れないしね。まあそんな G の話。地下にいる G ってね、なんかほとんどコロンって死んでるんですよね。まあだからやっぱりコンバとかなんかそういう薬のおかげか何か知らないけど、地下の廊下に転がっている G はほとんどひっくり返って死んでることが多いです。私虫は全然平気だし、まあ大学時代カブトムシもね飼ってて、そう G もね大丈夫な方だったけど、さすがにこの間の部屋でちっちゃいゴキブリ生まれちゃったのは、あれはちょっとショックっていうか地獄でしたね。まあでも生まれたばっかりだったのかな。しかもなんで体重計の裏って感じだし。まあでもある意味運が良かったのかもしれないなぁと思った。すぐね大量にだね。で、新しい量の話もちょっとしようかな。まあでも出ることは出るみたいなんですよね。あのちっちゃい方のゴキブリが、ちっちゃい方の G が。出て一度ね友達に駆除頼まれたこともあって、洗剤かけに行ったこともあるんだけど、やっぱり出ることは出るみたい。その新しい寮ができたのが一昨年だったんだけど、一昨年古い寮から新しい寮に引っ越した友達にはなんか寮母が絶対 G をつけて行かないでねみたいなこと言ってたらしいんだけど、まあねやっぱどっかにはついてると思うし、まあ絶対に持ち込まないということは難しいよなーっていうお話でした。まあけどモスクワ音楽院の古い寮ってまだモスクワの他の大学、モスクワ大学とかなんかそういう寮に比べたらまだマシなのかなって、まあ他の寮に住んでる方々のまあツイッターとかブログとか見てたら思うことが多いです。まあリフォーム済みっていうこともあるのかな、モスクワ音楽院の寮が。まあ私ももっとひどいのを想定していて、で洗面所とかあとシャワールームとかももっと古くて、これいつの時代のやつみたいなのを写真をネットで見ていたので、まあだから実際来て思ったより綺麗で驚きましたね。それでベッドもちゃんと綺麗なものが、綺麗というかちゃんとした二段ベッドと一段のベッドがあって、まあちょっとマットレスは硬いけど、硬くてワイヤーが当たるベッドだったけど、それでもねちゃんと布団敷けば問題ない感じで、まあ部屋の中もまあ明るい色だからクリーム色とかそういう色を基調にしていて、そんな暗い感じはしないし、だから綺麗にしてれば本当に綺麗なお部屋で、まあ G も出るって聞いてたから、まあ聞いてたけど思ったより G もちっちゃかったし、しかもそんな頻繁には部屋には出ないわけだから、まあまあ快適っちゃ快適に過ごせます。はい。まあ二段ベッドとあと一段のベッドを置いた、これ何畳ぐらいだろう、8畳ぐらいかな。まあそれとあと机があってアップライトピアノと冷蔵庫があってみたいな部屋だから、実際の床歩ける面積は狭いけど、まあ3人で暮らしてたら狭いけど、まあそれでもね寮費も1500ルーブルだし月に、まあすごい十分な量なんじゃないかなって思ってます。練習室もあるしね、まあアップライトピアノがある練習室もあるからそんなにね問題ないっていうか、モスクワ音楽院寮も、まあ、思ってた以上に素晴らしい寮だなって私は思ってます。まあこれ新しい寮ができてその後どうなるんだろう。まあ一応新しい寮の中にも、まあ自室に1台ずつ電子ピアノ、すごいいい可愛いの電子ピアノが置いてあるみたいなんだけど、まあけどどうなるのかな、古い寮がなくなって、で練習室も移動されるのか、なんか一回古い寮があったところに新しく練習棟みたいなのを作るみたいな噂も聞いたことはあるんだけど、でもどうなるかはわかりません。まあけどね、住む場所がこの今の古い寮よりももっと快適になってると思うから、新寮って、まあでもこの古い寮がなくなるのもちょっとね寂しいですね。もうすでに半分はね壊された後なので、まあそんな感じでちょっと G の話からモスクワ音楽院寮の話になってしまいました。あ、そういえばモスクワ音楽院の新寮のね方の動画を少し撮ったので、部屋の中は撮れなかったけど廊下とかエレベーターとかはちょっと撮れたので公開したいなと思います。はい、それではアーニャでした。本日もご視聴ありがとうございました。概要欄に SNS など貼ってあるのでぜひチェックしてみてください。それではね、チャンネル登録に高評価お待ちしています。私がねめちゃくちゃ嬉しいし、やる気にもつながるんでね。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バカー。